はい、皆さん、こんにちは。今日もダイソンスフィアプログラムやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、防衛装置とかを作っていったところですね。そしてですね、ちょっと整頓するために、前回と配置の方がいろいろ変わっています。そして、いろいろ配置を変えているときに気づいたのが、この、青いやつですね。これが上に積み重ねることができましたので、一応2つ、積み重ねて青い箱を製造しています。そして、受け取り側の方ですが、こちらの方は研究ができる、施設になってましたので、こちらですね、研究か製作の方で選べましたので、研究の方を、ずっと行ってもらうという形にしています。まあ、ここらはちょっとまだ、今は何も手をつけてない状態ですので、まあ、放置されていますが、まあ、ここも壊していっても問題はないですね。ということで、今日はまあいろいろその手直ししてる間にも研究がめちゃくちゃ終わってきましたので、またいろいろ作っていきましょうか。技術の方も何が必要なのかな、発電所あたりがちょっと欲しいかなと思いますので、発電所の方を作っていきましょう。あとはエネルギーマトリックス、これが赤色が作れるようになるというやつなので、まあ、こちらも作っていきましょうか。まあ、基本的にずっと9入れとけばいいのかなと。青いやつだけ必要なやつ、とりあえず9入れておきましょうかね。お、太陽光発電とかも作れるようになるのか。他はまあこんな感じですね。うん。よしよし、そういうことですね。性能強化の方も上げれるようなら、いろいろと上げていきたいところですが、まだモーターの方は作っていない。そして鋼鉄の方も作っていませんね。キューブでとりあえず行けるやつだけ行きましょうか。ああ、これも行こうと思えば行けるな。よいしょ。さあ、そして、あ、これは何だろう。高エネルギーグラファイト。ということで、石炭から変えれるみたいですね。まあ、これも作れると言ったら作れるので、そろそろ9いっぱいかな。とりあえずこんな感じにしていきましょうか。では、高グラファイトを作る建物を探していきましょうかね。これですね。精錬設備の方でできますよということですので、まあ、これ精錬設備で、変更していけばいいのかな。石炭から変更できると書いてありましたね。ちょっと待ってよ。その前に電力の方が怪しいので、電力から作った方がいいのかな。電力はどれなんだろう。火力、発電ができるみたいなことが書いてあったんですけど、これか。これが火力発電所ですね。石炭などを燃やすと。いうことですので、石炭を燃やす。よいしょ、ここに作っておきましょうか。それか、まあ、ここでいいのかな。石炭がありますから、ここに作っておきましょうか。ちょっと、水があるので、ちょっと邪魔ですが、そちらの方に作っておきましょう。とりあえず、施設の方を作らないといけませんので、今、一つ自分で作れますので、作っておきましょう。これなんだ、石材か。石材が必要なのと、あとは歯車ですね。があればいいみたいですので、こちら作っていきましょう。さあ、発電所の方が出来上がりましたね。とりあえず石炭の、近くに置いていきましょうか。ということで、とりあえずここに設置してみようか。まあ、どんな動きするのかが知りたいので、とりあえずここでいいでしょう。で、必要なのは、石炭をとりあえず入れればいいと思いますので、まあ、こっからだな。ここから持ってくれば、まあ、そのままでいいか。ちょっと運んでいきましょうか。ガラスの方がいらないので、ここは崩していきましょう。よいしょ、こんな感じですね。また後で作り直しましょう。ちょっと荷物の方がいっぱいになってきましたね。石炭もマックスであるので、このままでは使えません。とりあえずここから分岐して、石炭のところを
通っていけるような感じにしていきましょうか。でこれができたらこれを入れていく。あ、ここなのか。入り口はここなんですね。よいしょ、石炭を入れる場所を入れてると。よし、これで、石炭の方で火力発電ができてる。10個まで入って 2.16 メガワットかな。発電効率が 100% ではない状態ですかね。よしよし、これで少し電力の方は、補えるようになりました。続いてどうしようかな。他に何か作れそうなのは、あとは高エネルギーグラファイトか。それと、ああ、そうだ、キューブの方も作っていかないといけませんね。キューブの方は、高エネルギーグラファイトとなんか、何かよくわからん物質だな。そちらの方を作らないといけませんね。ということで、どうしようかな。石炭からこう、エネルギーグラファイトができますので、まあ、石炭の近くにちょっと置いていきましょう。ということで、少しここらをもう少し変形していきます。さあ、とりあえずどれぐらいこれが使うのかよくわかりませんので、とりあえずここに設置しました。これどうなんだろうな。違う。これを取りたいんだけど、取れないな。まあいいか。あと、水素みたいですね。あと、ここが分からなかったのが水素なんですけれど、これが、油を使うのかな？この黒いやつが必要みたいですね。あ、これか。レシピ、プラズマ生成なので、これですね。原油をプラズマ生成して、水素と、生成ユーラーを得れますよということです。で、こちらを作らないといけませんので、ちょっと油がある場所を探さないといけませんね。油田の方を見つけましたね。ああ、ちょっと待てよ。主人公機の、エネルギーが低い。この変なやつは入れられないのかな？まあ、いや、石炭とりあえず取っていきましょうか。少し取っていって、エネルギーの方にちょっと変えておきましょう。よいしょ、こんな感じでいいかな。で、原油の方が、左の方ですね。左の方にありましたので、こちらから取っていくことになりそうです。あ、ここですね。ということで、こちら油田を少し、掘らないといけませんので、油田の油を取る装置がどこかにあるのかな。どこかわかりませんが、これを、ね、作っていく必要が、これですね、製油所かな。これを作っていきましょう。さあ、この油田を作るのに、油田を開発するのに必要なのが、こちらのスチールみたいですね。これは精錬設備で鋼からできると書いてありますので、まあ、これはそんなに難しくないのかなと思います。ということで、設置していきましょう。これでいいのかな？精錬設備。化学プラント。うん、精錬設備ですね。どうしようかな。ここから、鉄をもらっていけばいいかな。まあいいでしょう。ということで、ここからもらっていくことにして、電気がないと。電気の方はタワーを立てていきましょうか。ちょっと一旦ここに置く感じにしよう。で、こちらでスチールの方を作ると。スチールがまあどれだけちょっと必要なのか分かりませんので、まあ今のところ、手動で少し作っていこうかなと思います。よし、ちょっとなんかえらいことになってるな。これで OK。スチールの方をもらっていくと。これ、今持ってるやつがいらないので、こいつを突っ込んでおきたいんだけどな。無理かな。ということで、スチールがあれば、おそらく作れますので、製油所の方を作っていきましょう。どっちだ？こっちか。オイル抽出器ですかね。で、製油所の石が12個も必要なのか。これもちょっと取ってこなければいけません。ちょっと待って。取りたい。よいしょ。これでまあ、これで OK。石の方も確か採掘していたので、
まあ、石の原型の方を取ってくれば、まあ、問題ないかな。あ、やばいやばい、石いっぱい取っちゃった。ここはまだちょっと慣れてないのでおかしなことになってますけど、どれぐらい必要なんだろう。とりあえずこんだけあれば OK で、先に石の、こちらを作っておきましょうかね。とりあえず20個あたり作っとけば OK かな。でこれがオイル抽出機の方が作れますので、これを1個製造しておきましょう。おそらくどうなんだろう、1個の油田から1個しか接続できないんではないかと思いますので、まあそれで1個とりあえず置いていくという感じですかね。ちょっと待ってよ、キューブの生産がかなり遅れてきてるのかな。こう一気に流れてが足りなくなってきましたね。製造がちょっと追いついてないのかもしれない。よし、まあいいでしょう。まあ時間はいっぱいあるのでこれでいきます。そしたらまずは、あ、ちょっと飛べるようにも早くしたいな。精油ここですね、油田のところ、ここから油を取ることにしましょうか。こちらはあれ、まだ出来上がってないのか。できてますね。これじゃない。違うのを作ってしまったのかな。オイル抽出機。あ、これですよね。大丈夫。まあ、いっか。こっちの向きで構いませんので、これを作っていきましょう。あ、なんか違うやつを見てたのか。あ、こちらですね。オイル抽出機。これを作って、さらに分ける形になるのかな。さあ、そして太陽光パネルがもらえましたね。どうしよう。電気の方はこちらの無線送電を使おうかな。あ、これも持っていない。作らないといけませんので、これもちょっと作っておきましょう。なんか範囲は狭いけど、遅れるのが長いということみたいですので、ではここを電気通してからいろいろとやって、赤キューブまで頑張って作りましょうか。さあ、ではちょっと電気の方を送っていきましょうかね。ちょっと遠いところからなりますが、まあかなり引っ張れますので、まあ問題はないかなと思います。よいしょ。さあ、そしてここに広い範囲のやつを立てておけば、まあ大丈夫ですかね。よし、これで電気の方はとりあえず OK。電力の方は大丈夫なのかな。まあ、もし電力の方がないようなら、またもう一個ぐらい火力発電所の方を建てておきましょうか。で、これで油が生成され、あ、抽出されましたので、これを続いては、製油所の方で分解していくということになりそうですね。これも鉄鋼が必要なのか。鉄鋼の方ちょっと取ってきましょうかね。研究のキューブが全然製造がまだ追いついていない状態ですが、まあ仕方ないでしょう。鉄鋼のやつも、これも箱に突っ込む。あ、でも100個もできてたら十分か。ということで、こちら取っていきましょう。OK。ああ、そうか。工場自体をクリックで OK なんですね。よし、これでいい。これは燃料として使えるのかな？グラファイト。あ、いけますね。燃料として使えるので問題ないでしょう。OK、OK。そしたら、現在はまだ作ってないので、製油所の方を組み立てていくと。とりあえず1個だけ作っていきましょうかね。そしたら、ここからな、どんな感じで、流していけばいいのかな。ちょっとなんかカメラのやつが出てますが、これはまあ分かってるので OK ですね。ベルトコンベから、ベルトコンベアから直ですね。おお、やばいやばいやばい。攻撃仕掛けられてきた。どこだろう。あっちの方角、下からか。自分一人でなんとかなるのかな。さあ、分かりませんが、とりあえず、向かっていきましょう。あ、ここにもオイルありますね。よいしょ。さあ、どこだ。さあ、まだちょっとかかりそうかな。もう少し余裕がありそうですので、少し待っていきましょうかね。
で抽出した装置を使って、まあ、分離することになるということですね。でとりあえず伸ばしておくか。はい、来ましたね。これ大丈夫？いける？一人でやれるのかな？よいしょと。弾の方もある程度装備してますので大丈夫ですかね。これで終わったのかな？まだ攻撃を開始してる。上の方にもいるな。上の方には、砲台が1個ありますので、まあ大丈夫でしょう。弾も自動で装填されるようになってますから大丈夫ですね。これは何だろう？よくわかりませんが、まあいいや。こちらができて、これが石油ですね。これを製油所の方で、変換していくという形になると。これは回転させてどうしようかな。確か、なんか2つ物体ができるんですよね。ということは2個から出さないといけなくなるので、どうしよう。ここかな。とりあえずここで入れていきましょうか。で、まず一個一個ちょっとやらないとな。よいしょと。さあ、なんか出たぞ。この施設は複数の製品を生産しますが、それを分割するのはソーター上でフィルターを設定しないといけないよと言ってますね。あと、研究で土台がいけるよう。ああ、海を埋め立てることもできるようになったみたいですね。で、電気がないと言ってるので、電気の方もちょっと確保していきましょうか。あんまりやるとな、いけませんので、ここにちょっと設置しておきましょう。まだちょっと効果がわかりませんので、これで、プラズマで分離ということですね。で、一つは水素、もう一個は何だろう。液体がありますね。確か液体を貯蔵するやつを、研究開発、これですね。貯蔵タンク。液体のものをいけますよというので、これも2つぐらい研究して作っておきましょうか。水素も貯蔵できるのかな？まあいいか。とりあえず物流で2つ分けれるような感じを作っておきましょう。これの数もちょっとどれぐらい必要なのか、わかりませんので、とりあえず現在は1個だけになってますけど、まあ必要であればもう1個か2個増やしていきましょうか。あ、ちょっと待てよ。入り口の方が、どこだ？白いやつは左右ですね。あ、左右かな？大丈夫。OK。ベルトコンベアの方を伸ばしておきましょうか。どうしようかな。とりあえずこんな感じかな。で、もう一個必要なら、ここに引いていくような形を取りましょうかね。で、タンクの方はできた。タンクはこれストレージか。これは4方向か。4方向に入れれるみたいですね。どうしよう。とりあえず、もう一箇所から来た時のことも考えて、ここに一個、あ、これもう上にもう一個設置できる。ということで、一応二つ入れておきましょうか。で、ここに引っ張って、あ、直接突っ込むタイプですね。で、ソーターでフィルターの方をかけたい。待って、これフィルター、フィルターをかけたいんだ。フィルター、水素じゃなくて、こちらですね。水素も入れれるんだ。あ、そういう感じなんだ。ちょっと待って、待って、待って。できたらこっちの方を入れたかったので、さあ、タブキーを押して設置で、最初からちゃんとフィルターいけてましたね。よし、これで OK。あとは、こちらのグラファイトと、合体。搭載させればいい感じですね。研究施設の方をちょっと作っておかないといけませんので、まあ、これも2つ作りましょうか。で、この赤くなったキューブをさらにここに突っ込めば研究の方はいけるはずですね。よしよしよし。で、グラファイトを伸ばしてこないといけない。ちょっといろいろと大変ですね。まあどうしようかな。ベルトコンベヤーを伸ばす。どこら辺に研究所を作るかが問題ですね。で、水素。
水素も一体どれぐらいの量が必要なのかな。さあ、とりあえず研究所を建てていかないといけないので、研究所、ここにまとめましょうかね。どうしようかな。それか、まあ、まっすぐ伸ばす。まあ、いいや。とりあえずここに2段重ねでちょっと立てておきましょう。OK。で、こちらの方に物体が入ると。自動再生マーキングをアンロックしたと。イカロスは近くで破壊された施設を自動で解析し、再建中、設計中のマークをつけますということが書いてありますね。よいしょ。で、こちら製造ですね。よしよし、これで OK。電力の方が足りていませんよということなので、電力も、しっかりと引いておきましょうか。ここに引いておけば問題ないですね。で、あとはこちらから水素の方を持ってくれば OK ということですので、まあ、ここから引っ張ってくるか。どういう感じで引っ張っていきましょうかね。こんな感じでちょっと引っ張ってきておきましょう。よいしょ、建設ロボット。で、こっから入るようにしとけば大丈夫ですね。で、あとはこちらの方の赤いキューブを研究所の中に入れるようにすれば、赤いキューブを使った研究もできるようになると。おーっと、なんか、違うやつか。CPU みたいな回路、電子回路を使ってたものが必要ですよということですので、これはね、もうもらっていきましょうかね。自分で手動で回収していくというような感じでいいでしょう。よし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 。さあ、ということで、あとは赤かい、あ、これ慣れたら作れないのか。さあ、 OK。 さあ、どうかな。ここもまだつながっていませんね。よいしょと。これでつながれば水素が運ばれる。で、ここで赤キューブが作られるはずですね。よいしょ。どんなもん必要なのかな。グラファイトの方がまだ流れてきてない。ということで、こちらも流していかないといけませんね。よいしょ。さあ、これで流されていく。ああ、早いね、早いね。大丈夫、大丈夫。そしてこれが流れてきて、キューブの方を作っていくと。あ、作られ始めましたね。消費の方はどうだろう。4。ああ、もう余裕で足りてる状態ですね。これでなんとかいけてますので、まあ問題なくいけるでしょう。よしよしよし。はい。ということで、今日はこちらの赤いキューブ作り始めましたので、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。